MSJ プロモーションズによる著作権侵害の申し立てによって11月17日18時54分に月の雫の動画が削除されました。自分は2010年から YouTube を10年続けていますが、突然この動画だけが削除されるのはおかしいと訴えます。よってこの動画を公開すると同時に YouTube 上から異議申し立てを送信しました。また今回の件で調べたところ、自分と同じ被害に遭っている方々が大勢いることが分かりましたので、この件は公にします。もし正当性を主張されるのなら YouTube の公の場で対話を求めます。先に述べたように異議申し立てを YouTube 上から送信しましたので、御社も YouTube 上から異議申し立てを行っていただければと存じます。以下 YouTube 上から送信した異議申し立てを全文掲載いたします。貴殿からの著作権侵害の申し立てにより11月17日18時54分に月の雫の動画が削除された件について、私は YouTube から連絡を受けました。私は2010年から YouTube を10年続けていますが、突然この動画だけが削除されるのはおかしいと訴えます。よって YouTube 上から異議申し立てを送信すると同時に、この件に関する動画を一般公開させていただきました。異議がございましたら YouTube 上で話し合いをしましょう。何なりと申し述べてください。また私が送信したこの異議申し立ての文章を YouTube の視聴者の方にも公開させていただきます。先に述べたように異議申し立てを YouTube 上から送信しましたので、貴殿も YouTube 上から異議申し立てを行っていただければと存じます。よろしくお願いいたします。宮内ゆうき。